ノルマンディ米軍英霊墓地は、フランスのノルマンディ地方のコルビルシュルメールに存在する第二次世界大戦においてヨーロッパ戦線で戦死した米軍兵士を祀る墓地及び同英霊への検証施設である。米国陸軍第一軍は1944年6月8日、戦死した米国兵士のための仮墓地を建立した。これは、 第二次世界大戦において米軍がヨーロッパの地に建立した最初の英霊墓地である。現在の墓地は戦後になって最初の設置地から東側の近距離の場所に移設されたものである。フランス政府は米政府に対し英霊墓地として使用される特別の高級的咀嚼地を無賃料、無税で提供してきた。同様の措置はその他のすべてのフランスに存在する。 第一次世界大戦及び第二次世界大戦の米軍衛霊墓地に対しても適用されている。本墓地は米国政府によってすべての軍人及び海外で雇用された文民を財政的に支援することを目的に定められた連邦法に依拠して維持管理されている。今日アメリカ合衆国の国旗が常に墓地の上空にたなびいている。墓地は ノルマンディ上陸作戦で連合国が上陸した海岸であるオマハビーチとイギリス海峡が見渡せる断崖の上に位置している。墓地の面積は70ヘクタールで9387人の米国兵士の英霊が眠っており、そのほとんどは上陸作戦とそれに引き続いた第二次世界大戦の軍事作戦において戦死した人々である。この他、1942年初頭に フランス上空で撃墜された陸軍航空隊の兵士と数人の米国人女性の墓も存在する。国外米国軍人墓地に埋葬されているのは外国で戦死した兵士のごくわずかに過ぎない。仮の埋葬期間が過ぎた時に決定を下す資格のある最近、親者は自分の最愛のものを米国内の高級的な埋葬用の墓地に改装するか。 もしくは最も近い国外の墓地に埋葬するかを決断することになっている。埋葬されている戦没者には、セオドアル・ーズベルト大統領の子息である、セオドアル・ルーズベルト・ジュニアを含む3名の名誉勲章の受勲者が含まれる。墓地が回収された後、ルーズベルト大統領のもう一人の息子で、第一次世界大戦において戦死した、クエンティン・ルーズベルトの遺体は掘り起こされ兄の隣に、 改装された。ノルマンディ作戦で国家のために命を捧げたが、遺体を発見できなかったもしくは、身元が判明しない1557名については、記念碑の東側に位置する、半円状の庭園の壁に氏名が刻まれている。この施設は、各端に、軍事作戦についての地図と説明文が設置されている、ロッジアが設けられた、半円状のコロネードからなっている。 コロネードの中心部分には波の中から立ち上がるアメリカの若者の精神と名付けられた22フィートのブロンズ像が設置されている。西側には施設に面して直前にリフレクティングプールがあり、そこから先に両面に墓地が広がる散歩道が続き、そして前方に円形の礼拝堂が存在する。そしてさらに礼拝堂の裏を進むと正面に米国と、 フランスを象徴するグーワの彫像がある。そして施設に戻り、海岸に向かって北へ進むと、その場所から俯瞰した海岸とノルマンディ上陸作戦を描いた長坊図版がある。施設は米国における東墓地への最短距離の場所、すなわちメイン州のイーストポートとルーベックの間の一地点の方向に向いて建てられている。玄関から正面に伸びる波木道を挟んで、 旧来館者施設の反対側の芝生の下に、ノルマンディ上陸作戦が行われた1944年6月6日の新聞記事が封印されたタイムカプセルが埋められている。カプセルの上には、2044年の6月6日に、開封のことと刻まれたピンクの花崗岩の板が被せられている。石板の中央には、陸軍元帥の5つ星と碑文で飾られた聖堂の、 カザリータが設置されている。碑文には、ドワイト・ディ・アイゼンハワー元帥と、その指揮下の軍を記念して、1944年6月6日のノルマンディー上陸作戦の新聞記事が入れられている。この封印されたカプセルは1969年6月6日に、本寺を訪れた記者により設置されたと刻まれている。映画の最初のシーンで、トム・ハンクス演じるジョン・ミラー大尉の墓に向かって、 進んでいく。最後の場面でライアンは墓参りをしてそして妻に自分が素晴らしい人生を生きたのか、そして良い夫であったかを尋ねるのである。プライベートライアンの物語は兄弟のうち2名が墓地に埋葬されているナイランド兄弟の物語が下地になっている。下記に記してある参考図書にはまた5人の兄弟が全員戦死した。 受脳兄弟の悲劇が紹介されている。曲は一般的に楽団により演奏され、ゆっくりした前奏、そしてモデラートテンポの部分に続いて、荘厳な修学賞で完結する一連の手法で戦いを描写している。ありがとうございます。